バラーシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウリース軍に属す市場長で、バラーシュタイン行政共同体の本部所在地である。バラーシュタインは、ネルトリンゲン近郊のアウクスブルク地区、隕石の落下により形成されたリース内に位置する。高さ65メートルのバラーシュタインの城山は、この町の中心地点となっている。この町は、公式には6つの地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は1238年に初めてシュタインハイムとして記録されている。1250年頃に城が築かれ、エッティンゲン家の所有に移された。1500年、この町は皇帝マクシミリアン一世によって市場開催権が与えられた。その後エッティン,ンバラシュタイン領の 上級大官所が設けられ、さらには、宮廷所在地となった。1806年のライン同盟によりこの町は、バイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例で、現在の自治体バラーシュタインが成立した。町長は、ヨーゼフ・マイヤー。彼は2002年にマンフレート・シューラーからこの職を、引き継いだ。ペスト柱。ありがとうございます。